かつて55歳定年、信じられないですよね。70歳まで活躍できるスキルが必要になりますよね。典型的な日本企業の姿って提示しますよ。どうもこんにちは。東洋経済オンライン YouTube チャンネル、リポーターの森岡紗衣です。東洋経済オンライン編集部長の竹政秀明です。チャンネル登録してご覧いただいている皆様、いつもご視聴ありがとうございます。今日の主なポイントは3つです。1、2021年春から定年が実質70歳へ引き上げられました。2、定年後に再雇用されると収入は 50% から 75% 程度まで下がるケースが多いです。3、年功序列ではなく職務で評価するジョブ型雇用を採用する企業も増えています。ということで今日は週刊東洋経済12月6日号の特集、定年格差をテーマにお届けします。竹政さん、2021年春から定年が実質70歳へ引き上げられました。背景について解説をお願いできますか。かつて55歳定年だったことを考えると信じられないですよね。最大の要因はもちろん少子高齢化です。15歳から64歳までの生産年齢人口は1995年をピークに下がり続けています。今や10人に3人が高齢者なんですね。将来年金を受け取れるのか老後の不安を抱える人は多いと思います。少しでも長く働きたい人もいるでしょうが、企業側はどのような対応を進めているんでしょうか。主に3つあります。1つ目が70歳までの定年引き上げ、2つ目が70歳までの再雇用制度の導入、そして3つ目が定年廃止です。正直定年引き上げや定年廃止のハードルは高いので、多くは再雇用制度を採用してますね。定年後に再度雇用されるということですか。はい、ほとんどは嘱託、契約社員、アルバイトといった肩書きで残ります。収入は定年時に比べると 50% から 75% 程度まで下がって、仕事内容も簡単になるというケースが多いようですね。同じ部署に勤める場合、かつての部下が自分の上司になるという逆転現象というのも珍しくありませんね。なかなか厳しい条件ですね。別の職場で心機一転して働きたくなる人も出てきそうですよね。そうですね。転職や起業するという選択肢もありますが、注意が必要です。高齢者専門の派遣会社、その名も高齢者、そこによればですね、俺は部長だったっていう人ほど会社は使いにくいということなんですね。そもそも雇用延長や転職に関係なく70歳まで活躍できるスキルも必要になりますよね。その通りですね。コロナ禍を機に DX、 デジタルトランスフォーメーションの時代となりましたが、リモートなど新たな技術に対応できないっていう中高年も増えているようなんですね。会社としては働かないおじさんを大量生産しないように働く仕組みを大きく変えようとしています。どう変わろうとしているんでしょうか。一つの例がジョブ型雇用なんですね。給与は年功序列ではなくて、職務にいくらの値段がつくかっていう基準で評価されます。ただし製作所とか富士通、それから三菱ケミカルホールディングスなどが導入を表明していますね。同じ仕事内容ならば、年齢や性別、国籍とかも問わずに同一賃金ということですよね。長年管理職を務めたシニア男性にとっては厳しい条件に見えてきます。もはや男性、生え抜き、正社員が出世するような典型的な日本企業の姿っていうのは提示しません。シニアになって迷わないようにですね、40代セカンドキャリアを構築し始めた方がいいという意見も出てきています。企業の終身雇用制度も崩れ始めていますし、70歳までどう働き活躍したいかを考えて早くから準備をした方が良さそうですね。というわけで今日は週刊東洋経済の12月6日号、定年格差、勝ち組シニアと負け組シニアという特集から、東洋経済の大野和幸記者のレポートをお届けしました。今回ご紹介したのは一部です。特集では中高年の副業と学び直し、年金増減率シミュレーションなど幅広い記事を掲載しています。ご関心を持たれた方は概要欄のリンクをぜひチェックしてみてください。